皆さんこんにちは。毎年被災者支援の集い3月の、11日を迎えると、いつも本当に心が落ち着かない気持ちになるんですけど、私たちの宗祖親鸞聖人の750回ご縁起を迎えるときに、ちょうど本当にこの311が起こって、それからその集まりが被災者支援の集いという形になって、法要が務められました。それでこの七祖でそれをやっぱりずっと考え続けていこうということで、被災者支援の集いを毎年この時期に開かせていただいてます。と連続して参加していただいている方々、本当にありがとうございます。今日も来るなり寒波のお願いまでさせていただきまして、チェルノブイリでも同じひどい事故が起きてますけど、その後5年っていう期間っていうのはものすごく大変、その被害がわからない。だからでも実際にかなりこう体の調子が悪くなったり病気になられて、でそのことがみんなのやっぱり大変なことが起きているんだっていうことに伝わるのに本当に何年もかかってるんですね。で同じことが今福島で起きてしまってて、福島ではありません、実は日本全体で起きていて、私たちがそれを何が起きているのかということを本当にしっかり感じられてない、知らされてない、報道の中でやっぱりそれを隠していこうっていうのを方向がチェルノブイリでもありました。実は昨日そのチェルノブイリでそれをずっと見続けた80歳にもなられるチェルトコフ氏というドキュメンタリーの作家の方なんですけど、その方のお話を私昨日聞いたんですけど、全く同じこと、そしてもっとひどいことが起きていた。でそのことを日本に伝えに来てくださったんです。本当にそれはずっと起き続けてるし、いかに私たちがそれをしっかりと知っていくのかっていうこと、そのために関さんと、それからダルマムリさん、プラスエリコさん、関さんは今福島に住んでおられます。それで佐渡への保養という、子どもたち、福島の子どもたちを連れて佐渡へいつでも保養に行ける保養センターを佐渡の方と一緒に作られて、今日配布させていただいてます。パンフレットにもありますけど、基金を今立ち上げて、チェルノブイリ、ウクライナやベルラルーシでは国の予算で必ず子どもたちに未だに保養をしているんですね、1ヶ月近い。ところが今日本ではまだそれが認識されないのか、全くないんです。で最初は少しずつのお金がいろんな民間団体やから出たりしてたんですけど、それももう今年なくなっていく。とても大変な中、決して被害がなくなっているんじゃなくて、どんどん累積しているっていう状況があります。そのことを、私がこんなふうに言ったって全然本当に伝えることのできないことなんですけど、関さんとダルマムリさんたちも実は、関東からの避難で神戸のダルマムリさんのご実家の方に避難されました。でそのお二人が出会われて、歌と詩と本当に絵と、もうこれ以上ないというような工夫と熱意と思いをここに凝縮させて来ていただきました。私たちはそれをしっかりと胸にハートにね、本当に受け止めたいと思います。では今日はもうそれオンリーで4時までやりたいと思いますので、途中で一回休憩して、で外でいろいろとそれにまつわる販売物もありますので、ぜひゆっくり皆さん今日はなさってください。ありがとうございます。皆さんこんにちは。
たくさん集まっていただいてありがとうございます。福島県の二本松市というところから来ました関久郎と申します。福島県は東京から大体約300キロぐらいとかですね、そのあたりに原発が あるんですけれども、そこの中心地である郡山という市と福島市というのの間に二本松市という、市があります。そこに住んでいて、先ほど紹介いただきましたように、今は放射能から子どもたちを守る活動ということで、佐渡島で子どもたちの保養キャンプをやっています。実は今日から始まっているんです。今日も朝、バスで出かけました。でも私はこっちのことがあるし、今はとにかく福島の保養のこととか伝えなきゃならないということで、他のスタッフに任せて、私は明後日夜にそのまま、関西から佐渡島に入るという形で動いております。今日は少し福島の今の状況について、なるべく分かりやすくお話しさせてもらおうかなと思っています。今日の流れですけれども、最初にここにスライドがあって、今、馬の絵が描いてありますけれども、これは飯舘村という村が福島県にあるんですが、そこで、原発事故があった後、結局その馬を殺したくない、殺傷処分したくないということで、そこのに馬を置いたんですね。でなおかつ、そこに避難する人たちがたくさん馬を連れてきました。牛も来ました。でその馬たちが、次から次と死んでいっているということがあります。これは本当の話です。で2012年頃からその飯舘村っていうのは今人は住んじゃいけないところなんです。昼間は人います。除染といって放射能の汚れた土を集める作業をやってるんですけども、夜は人は住んじゃいけないところなんですね。でもそこにずっと馬はいます。お金持ってるのはもう大変ですからね。そういう中で2012年頃から馬が次から次と死んでるっていうのがありました。で実際に私も見たんですけども、これまで大体約33頭亡くなってます。でそういう中で、これは何か大変なことが起きているということで、牧場主がインターネットでこう情報を流しました。で私も福島の子どもたちに福島のことを起きていることを伝えるということで、スタディツアーといって旅行を企画しているんです。ですから後藤さんたちも見に来てくれたんですけども、その時に実は馬が死んでるのを見ました。2頭斜面で死んでて、目玉とかはカラスにこっちに食られてるって言いましたけども、まあ、これは放射能のせいかどうかとは分からないです。ただ、感染症ではないです。感染症になるとどういうことになるかというと、皆さん宮崎の口蹄疫の病気というか事件は覚えていらっしゃいますか。宮崎県で牛が口蹄疫という定性病でかかって、豚、馬、牛、鶏、何十万頭と殺傷処分されたんです。であそこに入る車は全部消毒液を取らなきゃ、消毒して出入りしなきゃならないということがありましたけども、感染症じゃないからそのまま置かれています。でも何の原因なのかというのは特定されてないというのがあります。そういうことを私も目撃したもので、これは何かこう絶対に起きていることがあるんだということで、そのことをお話にしました。で一緒に福島に住んでいる飯沼和歌子さんという方が農業をやりながら絵を描いているんですけども、彼女に絵を描いてもらいました。それで、作ったのが魂となった武士というそちらに絵本が置いてありますけども、それを最初に読み上げてみたいと思います。魂になった武士、秋の山の朝、屋上の外れの奈良の木の下には
間もなく息を引き取る一頭のウニが横たわっていました。名前はブチでした。周りにはブチを見取るために仲間のポニーや馬たちが集まっていました。少し離れた山の斜面には2日前に死んだポニーもいました。朝日が昇る頃、最後の息をしてブチは死にました。少し目を開けたままでした。ブチの体から魂が離れるのを見届けると、馬たちは牧場のあちこちに散らばっていき、草を食べたり水を飲んだりしていました。でもブチの魂はまだ牧場にいました。まだ仲間と一緒にいたかったのです。それに餌場の近くにはもっと立てなくなった子がいて、みんなもその子もじきに死ぬことが分かっていたのです。ブチはその子が死んだら一緒に魂のふるさとに行こうと思っていたのです。その子は今年生まれた子でした。今年生まれた子たちはなぜかバタバタ死んでしまっていたのです。でもブチや親馬たちは知っていました。それは光る者のせいだということ。ブチが生まれた次の年の春、とてもとても大きな地震があり、ゴーという山鳴りがして立っていられないくらい揺れ、雪が降りました。2日後にまた南の方でドドーンという雷のような音がして、鳥や獣たちが逃げてきました。それから人間も逃げてきました。何日かして山の牧場には雪がたくさん降りました。その雪の中には月夜だけのように怪しく光るものがたくさん混じっていました。親馬たちはそれが毒だということを知っていました。でも柵があって牧場からは出られません。光るものは草につき、沢の水に溶け、ブチたちの体にもたくさんついて光り続けていました。でもブチたちはその草を食べ、水を飲み、光るものが覆っているジグザで眠るしかありませんでした。夏が近づいた頃、大勢の人間が西の方へ逃げていき、辺りは静かになりました。山からは猿たちが降りてきて人間の畑を回っていましたが、何も食べるものがないとまた山に帰ってきました。捨てられて痩せて目がギラギラした犬も見かけました。南から来た鳥たちがたくさんの牛や豚や野原の町の中を歩いていると教えてくれました。でもつながれた牛はお腹を空かせて死に、犬や猫もたくさん死んだと話してくれました。でもブチの牧場主は馬たちに干し草を運んでくれていました。知らないポニーも運ばれてきたりしていました。
次の年、武士たちは体がおかしくなっていることに気づきました。足に力が入らないのです。走ることができなくなり、やたらと喉が渇き、食べてばかりいるようになりました。そして今年生まれた子たちは次から次へと死んでいくようになりました。牧場の人たちが調べに来て、何か起きていると話していました。ある日マスクをつけた人間たちが来て、死んだ馬を見てこう言いました。この子たちはこうやって私たちに放射能の被害を見せているんですよ。人間の代わりに人柱となってと言って泣いて手を合わせました。となった武士は牧場の上から周りを眺めました。紅葉に色づいた山々が見え、空は風が吹いていました。でも南からの風には悪い匂いが混じっていました。村ではマスクをした人間たちが田んぼの土を剥がして黒い袋に詰め、うず高く積み上げていました。袋の中には光るものが入っていました。光るものはどこへ行くのでしょう。私のお話はこれでおしまいです。ありがとうございました。はい、それではこれから少し福島の現状ということについてお話申し上げたいと思います。パソコンをさっきの元に一回閉じてもらえますかね。福島原発のことは多分聞かれて大体のことを分かっている方もいらっしゃると思いますけれども、大雑把にどんなことが起きたのかということをおさらい的に話しまして、それから、福島で今どんなことが起きているのかということを申し上げたいと思います。ただあらかじめ今何が起きているかということをちょっと結論的に言っておきたいと思います。
それは私が考える、今何が起きているかということですけれども、言い換えればチェルノブイリという原発事故が起きたときに、たくさんの人たちがここに行ってはいけない、外に行け、逃げ出すことができる、外に行く権利がある、強制的にも出なさいという避難の権利となったんだけど、それが今は認められていないということです。そしてそのままとどめを置かれている。その理由は何か。日本にもこの西とか上とか四国にも原発ありますけども、これから起きる、世界中で起こるだろう原発事故に備えて避難する必要はない。人間は放射能があっても生きていけるということを福島で実験するということになった。したがって強制移住する人以外は保障する必要はない。強制移住の時期があったとしても、いずれ線量が下がれば、年間の被ばく量が1から20ミリシーベルトというところになれば、福島に帰ってそこで生活できる、そういう体制にするということが、今国が考えていることだと思います。あとはちょっとスライド見ながら話したいと思います。これはご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、福島原発の爆発した時の様子です。で、なんか煙みたいに見えてるのは、あれは全部放射能の物質です。で、日本は大体いつも西風が吹いてるから、大体7割から8割ぐらいは海に行ったと言われてます。でもその残りの 2,3 割でもう大変な被害を受けて、チェルノブイリと同じ程度のレベルの放射能がまき散らされたと言われています。で、それは福島だけの話じゃなくて、東日本全体になって東京まで、汚染されているということです。はい、次お願いします。これが今の、これはどこだったかな、文部科学省かどっかで出したやつかな、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、ここの青いところで囲まれたところがみんな汚染されているというところで、ここは東京ですね。だから東京まで全部入ってる。で、これがどういうのかと、この濃いところが、大変濃いのが落ちたというところです。で、3月15日にこの放射の濃いのが落ちたということですね。で、さっきの原発なりに戻りますけれども、1号機福島第一原発ところにたくさんあったんですけれども、1号機が爆発し、3号機か、1号機、2号機、3号機全部爆発したんですけれども、それがメルトダウンといって、その溶けて、それがお釜の底を食い破って出たということを何年かも隠していました。あと今ある人は3号機というところは、そのお釜が爆発したんじゃなくて、核燃料 の使用済みのプールってあるんですが、それが臨界を起こして核爆発したということを言っています。その映像はちょっと今持ってきないんですけども、大変なこう高さのところまで上がったということと、セシウムボールというのができたと言ってました。で、それはなぜ、どうしてできるかというと、2800度ぐらいの高温になると、ガラスとかいろんなのとくっついて、落ちるんだそうです。それは水素爆発では起きないという話をしたので、今、核爆発も起きたんだと。つまりそれは使用済み燃料プールがあって、そこの水がなくなって、しまうと勝手に臨界が起きて核爆発するんだというふうなことを言っています。原発は地震の時にすぐ配管が遮断されたりして、中の水がなくなっていって、もう24時間以内ぐらいにメルトダウンが始まるということは分かっていました。
今5年目ということで NHK でもいろんな大変なところだったんだよということの情報もいっぱい流してくれるけれども本当に危機的な状況でした。はい、あもう一つでこれは何かというとこれは、福島県の、津波にやられたところとかの被災地の救援というかもう捜索の活動をやっている、これは福島県警 の、 写真そのものなんですけども、これは他の被災地と違うところは何かというとみんな防護服着てるんです。つまり津波でやられただけじゃなくて当然放射能がいっぱいあるのでってことです。でそれで今だにまだ信用できない遺体があるとかという話も聞いてます。もうそれ自体が5年も経ってるんだけども放射能の塊になっちゃってるからどうやってそれを取ったらいいのかっていうのも分からないような状況もあります。海岸の方に行くと未だに何件かは壊れたままの津波の跡地がそのまま残っていることもあります。はい、お願いします。でこれが、2016年今年の2月20日に出た、首相談話の草案というのを書いたという新聞が東京新聞出たんですけども、これは当時の菅直人さんは知らこれ知らなかったということを言ってるんだけど、何言ってるかというと要するに大変な状況になってこのままだと東京まで捨てて逃げなきゃならないという状況が起きてたんだ。つまり5000万人の人が移住しなきゃならないような状況が起きてるんです。でも組む日本は運が良かったんですね。つまり一度でドーンと行っちゃったんじゃなくて順繰りに行っちゃったんですよ。1号機行って3号機行って2号機か。だからその間にこういろんな対応もできたりして、もちろん後手後手になったのもあったっていうことはあるんですけども、だから本当にもう東京だけで2000万人でしょ。だからそれと東日本の全部ひっくるめるともう逃げなきゃならないというそういう大変な危機的な状況があったということです。写真もありますけれども、爆発の1時間前に弁当っていうのを開いて、圧力が高まっているのでそれを逃がすという作業をやったわけです。はい、お願いします。でこれは除染の現場の様子です。つまりどういうことかというと、放射能がいっぱい降ったわけですね。そしてその表面の土とか草とかを取ってそれをこの袋大体ね 1.5 トン入るフレコンバッグっていうんですが、これもかなり値上がりしてますよね。でこれに入れて、それを仮置き場っていうところに持っていくんですけども、これは飯舘村のやつで、飯舘村は他と比べて違うのは田んぼとかの除染がやってるわけです。でここは非常に高くて、除染しても、家の中で10近くあるとか10マイクロシーベルトあるというところにいます。数値を言ってもピンとこないかもしれませんけども、昔の基準は 0.04 ぐらいだったと思ってください。それが今1万倍とか1000倍とかの近くの状態が未だに続いているということです。はい、次お願いします。でこういう作業に何千億というふうにお金をかけるわけですね。でああいう作業とか原発の後始末でソビエト連邦が崩壊したんです。経済破綻してこれから何十年も処理とか片付けにかかるんです。でこれは何かというと伊達市というところにある子どもの屋内の遊び場です。結局外で遊ばせられなくなったから、これを廃校の体育館を利用して中に子どもの遊び場とか作ったんです。まあ、大体小学生以下が多いんですけども休みとかに来て多い時は200人とか来ます。何箇所も作られてます。でもやっぱりどうしても限界がありますよね。大きい子は空きとすると外に出ていく、でもやっぱり外のところをある程度除染してもそこで例えば手をついてそれをベロッと舐めるとやっぱり直接被爆するので、危険性はとてもあるわけです。はい、お願いします。でそういう中で今何が起きているか、5年が経ってやっぱり多くの人たちは放射能が降ったら大変だったところも分かっている。でも国は逃がさない。
そして避難の権利というのを認めない。つまり避難の権利ってことはどっかに行っていいよ、その代わり生活費と住居と食事とか医療、それ全部保障するよってことを言うわけで、やるのが避難の権利ですけど、日本はそれはやってません。やってるのは強制的に出なさいと言われている人ぐらいで、それが大体今6、7万人かな。今トータルで10万人ぐらい自主避難した人たちも合わせています。私の家族、女房と一番下の当時小学校6年生だった子も米沢に今避難しています。大変でした。泣いて暴れて、なんで俺が避難しなきゃならねえんだよ。それを1年がかりで説得した。ここには住めねえんだ、いずれ出ていくんだ、今出るか来年出るかどっちかだって言って、息子は中学校に上がるときに泣く泣く米沢に行きました。でも行った先で全く誰も友達がいない、たった一人に入学し、すごく孤独だったと思います。それで息子が何て言ったかというと、入学式終わったら女房の車を蹴飛ばして、1ヶ月で友達できなかったら帰るからなと言ったの。でもなんとかね、入ったサッカー部で友達ができた。福島から結構避難してきた子がいて、サッカー部だった。それが4人とか5人いて、でその子たちがみんなサッカー上手だった。それでね、2年の終わり頃の時に県大会でなんと優勝したんです。米沢第7中等だけど、今まで勝ってないことだった。でもう福島から来た子たちのおかげだねって言って、みんなで手を取ってね、泣いて喜んだんですけども、まあその子が、でも借りたかったりしていました。で高校の受験の時に、今高校1年生ですね、なんて言ったかというと、お父さんお母さんは俺を無理やり米沢に避難させただろう、だから高校ぐらい好きにさせろ、日本松の高校に行きたいって言ったの。悩みましたね。でところがね、福岡福岡勉強ができなかった。日本松高校に入れなかった。でお前の頭だと米沢の私立に行くしかねえんだぞって言ったら、推薦で入れてもらったんです。本当はね、県立でも推薦で行けたんですね、多分サッカーかなんかで。ところがね、学校をよく休んでたんです。部活はやったんだけど、やっぱり不登校気味になったりとか、すごく複雑なものがあって大変でした。それで今はある程度落ち着いてはいますけれども、今福島はそういうようなことを含めても元に戻っています。いろんな言葉があります。復興、あと頑張ろう福島、再生、絆、それから心の除染とかね、なんかそういういろんなことある。でこれは何かというと、去年の12月6日に福島港震災復興記念マラソン大会をやったんですね。でこれがポスターが貼ってあったんで、僕も思わず撮ったんですけど、なんか微妙だなと思うんだけど、でも確かに線量が下がってるんです。だからまあ一日ぐらいこういうことやってもまあ別にいいだろうと思うんだけれども、なんかこう微妙で、疑問を言うとそれがまた叩かれる。みんなせっかく元に戻そうと思って頑張ってるのに、なんでお前足引っ張んだってことになるわけですね。でこの前に10月に、実は福島の六号線といって原発のあるところの通りがあるんですね。そこはずっと通行止めだったんです。でそこを実は開通したんです。だから原発の近くに行くと10マイクロシーベルトとかあるんですけど、そこを通してます。でそこの清掃活動というのが実はあったんです、10月10日に。でそれで全国からそんなところで子どもたちがゴミ拾いやるってことはどうなんだって抗議の声があった。でもそれを提案したのは実は高校生のことだった。それは原発事故前から清掃活動をずっとみんなでやってた。だからもう元に戻したいからそろそろやろうよっていう話になって、いいねってことでやったの。でもいろんな全国から批判の声もありました。で僕にもコメントを求められたことだった。関さんはどう思いますか。僕はいいんじゃないのと。その代わりちゃんと
どういうふうなことに注視しなきゃならないかということ、終わったらちゃんとシャワー浴びようとかね、マスクをやろうとか、あとは危ないところに行かないとか、そういうことをちゃんとやったらいいんじゃないのって言ったみたいな。だそうなんですかとか、だって365日そこにいて、そのたった1日清掃活動に行ったことでダメだと言って、そこの364日どうするんですか。そこにちゃんと手を打てないと微妙ですよって言ったの。なるほどって。で実際に抗議のメールとかファックスが1500通ぐらい来たそうです。そしてそれを終わった後に、あの民主新聞って新聞で投げました。そこでいろんな批判があったことも取り上げながら、なんて書いていたかというと、復興の自由を侵害するってあった。こういう言い方するかなと思ったんだけど、だから元に戻したい。で現実福島の野菜も鮮度も下がってます。だから売りたいって人もいるんです。でもお米もね、実際今300円もないかな、野菜もそんなに高くないです。でも実際売れないんです。で買い叩かれる。で買い叩かれたものがみんな外食に回るんです。でも福島のものはそんな高くないと私は思いますね。でも中には高いの出てきたりするんで、時々25とか50とかね。だからそういったの幼稚だっていう、こう何でも全て測って自分で判断するしかない、その数値を見せてよかったらどうとって言うしかないというのが福島の悩ましい現状だということです。はい。でこれは阿武隈川という川が流れています。仙台の方までずっと北に流れているところで、ここは白鳥の飛来地です。ですから今はもうご覧の通り親子とかが遊びに来たりしてやってます。だからこの辺は一応除染というのをやってるから、まあ一応低いんですね、 0.2 ぐらいなんです。でもこのもうちょっと下流の方の人が全然入って手がつけられてないところに行くと、ホットスポットってすごく高いところがあって、それから20マイクロシーベルトとかのがあります。だから今は点と線だけは除染してるけど、そこはあとは他できない。福島県の面積の7割は山ですから、それ全部除染なんかできっこないんですよ。はい、次お願いします。でこれは何かというと、福島市内の中に置かれている仮置き場です。で一番奥の方に見えてる茶色っぽい建物がテレビ福島で、通りを挟んで左肩にあるのが、ハローワークです。町のど真ん中に、5段ぐらいの、汚染土が入ったのが積み上げられていて、でもすぐ近くに線量計とかモニタリングポストというと放射能を測る機械があるんですけど、それでは 0.18 ぐらいであまり高く出ないんです。でなんで高く出ないかというと、ぐるりとここに積んだ後に周りに汚染されてない土で覆うんです。そうすると遮蔽があってある程度漏れない。でもこれはいずれどっかに持っていくってことで、もう持っていくのは全部大熊とか海岸ペリの方です。そこの航空写真とか見るとすごいです。もう何キロとかだって延々と植え込むバックの山がずーっと続いてる。でもそれでもまだ全体の 1% って言うんですよ。あれが次の津波が来たらみんな海に持ってかるんじゃないかと思う。果たしてこれが本当に効果あることなのかということをいろいろ考えながらいるのが福島の現状。でも僕らはここで毎日暮らしてると当たり前になっちゃうんですよ。おかしいことがおかしいと感じなくなっちゃうんですよ。はい、じゃあ次行きましょう。ちょっとこれはすごくちょっと拡大してもらっていいですかね。遠くの人は見えにくいかもしれないけど、これは右の方に行くと下のここに拡大になる。そうそうそう。でこれは何かというと、あ、ちょっとしすぎたかね。実はカエルの危険なんです、はい、内臓が飛び出したような形になって、そのぐちゃぐちゃと来てるんだけど、これは僕の友達が撮ってくれて送ってくれました。でそれはこう自分の姿見てたらどっか行っちゃったみたいな。で NHK の番組で被爆の森っていうのが、2週間ぐらい前だったかな、あの中でもありましたけども、非常に高いところもあります。
それの線量のところもまた見せますけども、そういう規定とか中ではもう出てます。はい、次お願いします。これが僕が後藤さんたちと一緒に、飯舘村の牧場に行った時に、これはロバですね、ロバのドンキーだったかな、2頭死んでいったところの写真を、撮ったものです。実際に本当にこうなってるかということは驚きでした。あとこれは映画の監督さんがいて、たまたま馬が死ぬ場面も遭遇してて、その様子もドキュメンタリーで撮ったりもしています。はい、でこれは何かというと、南相馬というところがあります。今度避難が解除になってそこに帰るというところなんですけども、これは去年の11月頃の写真なんですが、テラという線量計、ここに何て書いてあるかというと 90.64 マイクロシーベルトとあるんですよ。でこれは2年前は180マイクロシーベルトあったという、この動画を僕が見せてもらったんです。いや、にわかに信じられなかった。90とかだ、原発の敷地内で人間が入れないようなところのレベルなんですよ。だからそういうホットスポットがあるんだということが分かって驚いたんですが、でそれがNHK の被爆の森っていうところの番組の中でも100ミリシーベルトの高いところが点在するんだということが分かっていましたけど、いや、じゃあこれがここもそこの距離なんだなということが分かりました。はい、次の話。でこれは私がスターゲイツアーってことをやってるんですけども、韓国のメディアが取材に来て案内した時です。でこれは何やってるかというと、南相馬のスーパーの駐車場の中で、ここだけはもう6マイクロシーベルトとかありました。非常に高い、他が 0.06 とか 0.1 程度になったのここだけ高い。つまり何かというと、さっきの映像もそうなんだけど、多分核燃料とかが爆発してそれがあちこちに散らばってるんですよ。黒い粉が降ったというので、多分それだと思います。だからそういうことを考えると、その危ない状況であることは確かであって、そういうのがまだらになったのが福島の状況です。はい、お願いします。これは飯舘村といって、避難、強制避難をさせられた方のお宅です。佐藤八郎さんといって議員さん、共産党の議員さんなんだけど、まあ、彼が自宅を、取って構わないからやってくれということでした。つまりどういうことを言いたいのかというと、要するに事故があってもそのまんまも逃げろという感じで、これはもちろん1ヶ月経った後ですけども、その後も出なきゃならないという形で避難させられたから、もう火の身着のままそのまんまみんな出ていくわけです。そうすると、ハクビシンとかタヌキとかアライグマとかいろんなのが入ってくる。あと、ここの土間の下には飼ってた猫がもうミイラ状態になって死んでましたね。だからそういう状態で、ここはもう壊して、建て替えるんだと言ってましたけども、でもここに返そうとしてるんですね。で、ここの村長が、特に村をなんとか続けるために避難じゃなくてここに帰ろう帰ろうってやってるんだけど、それをめぐって村の人たちの中でもうすごい争いが起きて裁判とかにもなっております。はい、次お願いします。これで、これは私の友達の藤田さんっていう人が、山形新聞に出たんですけども、残るか戻るか残るか悩む、全てはこの笑顔のためって書いてるんですけど、彼女は原発事故の後、福島市から山形市に避難しました。それで今も、薬剤師なんで、仕事場に毎日高速で通ってます。結構距離ありますよ、100キロぐらいあるから。で、子供さんを、佐渡島から保育連れてきてるんだけど、彼女は来年の3月に自主避難の人たちの借り上げ住宅の家賃が打ち切られる。だそれを何とかしてくれということで署名運動とかやってるんですけども、僕らもみんなそういう状況です。だから今うちらが借りてるところは、雇用促進住宅ってことです。今のところは無料です。でも来年の3月から
4万3000円かかります。で、4万3000円は家賃安いからということで保証はしないって言ってます。で、そこもいずれ壊すという話もあるので、いずれそこから出なきゃならない。で、これからどうするかというのはすごく悩みます。で、私も女房も行ったり来たりの生活なもんだから、まあ、今息子がまだ他にいて2人成人してるから自宅にいるんですよ。でもその息子たちと今僕は一緒に暮らしてるんだけども、山形とか行ったり来たり、まあ、こういういろんなことを他に行って福島のことを伝えたりするのに、やっぱりガソリン代もかかるんですよ。そうするとガソリン代が下手すると月に5万かかる。で、家賃が増えてあのガソリン代が5万かかって、もうやっていけないですよね。だから戻るかっていうんだけど、うちらは戻らない。やっぱり日本は放射線が高いからそこには戻れないと思ったんですよ。で、その次にどうするかということで非常に悩むっていう、そういう人が何万人もいるんです。で、国はね、もう戻るなら戻る、残るなら残るって決めてくれって言って、でも終わりにしたいんですよ。だから復興の初期の段階は5年で終わる。もう6年目から復興創生、新しい再生の福島に持ってきたいということでやろうとしているわけです。だから切り捨てられる。だから僕らの言い方ですると、棄民、民を捨てる、民を捨てて犠牲を押し付けてこの国が次に行こうとしているというようなことがあります。それが今の安倍政治とかの中でやっていることです。はい、大体以上ですかね。はい、まあ、本当に今日は皆さんいろいろ来てもらって本当ありがたいと思います。まあ、一つ自分のことを言いますけども、やはり今すごく何が大事かというと、本当にこう宗教を持った人たちの活動が大事だと思ってます。心ある活動が大事だと思ってます。実はうち の親とか僕とかは創価学会だったという過去現象ってあるんだけど、なんか、まあ、で、そういうことでずっと育ってきて、自分の中のこう信仰心というか、そういうのはずっとあったんですよ。でも、まあ、自分が学生の方から頃から学生のとこ昔ありましたからね、いろいろ疑問を持ったりしました。で、特にそういう中でも、でもつかず離れた関係は作ってきたんだけれども、この原発事故が起きてから公明党のやり方、あとは学会のそれに対してこうなんか黙認してるようなやり方って言って大変腹が立って、私は抗議の行動とかもずっとやってきてます。3年前は公明党の本部の前に自作、私詩を書いてるんですけど、詩を持ってって公明党よ恥を知れ、何が恐ろしくてファシストの片棒を担ぐという、そういう抗議行動をやって警察に排除されました。捕まりはしませんでしたけども、そういう動かなきゃならないと思ってます。そして今の安倍政治と一緒になって公明党がとんでもないことをやってる。その中でやってることは戦争法を、まあ、認めたり、何かあったらいつでも誰でも捕まえるようなできるようなこととか、非常事態になったら、政府が何でもできるようなことをやるという、そのヒットラーが、合法的で独裁政治になったようなことを今やろうとしています。で、彼のバックであるのは実は日本会議という団体だと言われています。私も詳しくはないです。ただその日本会議というのは神社社長、あるいは政調の家、こういう団体が入ってます。で、そういう宗教団体が何か分からないけれども、昔の戦前の体制に持ってきたいと思っているようなのです。だから本当に大事なことは何なのかということをもう一回命どころから考えてもらいたいと思います。福島ではそういう悩ましいことをやっている団体があります。悪口を言いたいわけじゃないけど、幸福の科学ってあります。あそこが今福島の中でネットで、コマーシャル流してます。それは福島はもう安全だ、問題ない、福島で今必要なのは心の除染だ、放射能は問題ない、それが危険だと思ってる人たちの迷信を
壊さなきゃならない、福島は安全ですという、そういうのをね流してるんです。子供の写真とか農家の写真とか、そういうの流してながらね。ですので本当にもう一回命という基本のところに立ち返って、人間どうやって共に一緒に生きていかなきゃならないかということを考えながら、ぜひ、福島のことを忘れないでいただきたい。そして西の方で原発が事故が起きたらば日本は壊滅する、そういう危機があります。特に限界原発とか九州にありますけど、あれが爆発したら全部関東の方まで放射能が流れてきます。福島原発は7割ぐらいは海にいたけども、限界原発とかであったらほとんどが日本に落ちます。そうなったら日本中が人が住めないような状況になるかもしれません。それでもなおかつ原発を再稼働させるというのが今の国の在り方です。なぜか、それは原発でご飯を食べている人たちの利益を守りたい。だから原発でご飯を食べていると、ご飯を食べるために原発を動かすんです。それから戦争でご飯を食べていると、ご飯を食べるために戦争をやるようになるんです。今のアメリカです。そういう国に日本が行かないようにするには、やはり今の政治を変えなきゃならないと私は思っています。今の福島の状況と今の政治が密接に関連していると思います。どうもありがとうございました。